ニール・マクドノーはアメリカ合衆国の俳優、マサチューセッツ州道チェスター生まれ。両親はアイルランドからの移民で、母親はティッペラリー県出身、父親はコールウェイ県出身。マサチューセッツ州のバーンスタブルで育ち、バーンスタブル高校卒業、シラキューズ大学では男子学生学生会のシグマ会のメンバーだった。1988年に、 美術学士を取得し卒業した後に、ロンドンの名門演劇学校である、ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・ド・ドラマティック・アートへ短期留学し、演技を学ぶ。1991年、ジム・シェリダンの舞台、Always Alone で、ドラ・オー・ミラム、ベスト・アクター・アワードを受賞。2002年、映画、マイノリティ・リポート、また、同作の監督スティーブン・スピルバーグがプロデュースした。 バンド・オブ・ブラザーズでバック・コンプトンを演じて注目される。その後、MI 緊急医療捜査班、ブームタウンなど数多くの人気テレビドラマにレギュラー出演。デスパレートな妻たちではシーズン後の鍵となる人物、デーブ・ウィリアムを演じている。バンド・オブ・ブラザーズ撮影のためのロンドン滞在中に出会い、2003年に結婚した南アフリカ出身の元モデルの妻。 ルーブ・ロバートソンとの間に、息子、モーガン・パトリックと3人の娘キャサリン・マギー、ロンドン・ジェーン、クローバー・ジェーンがいる。ありがとうございます。